こんちは。今日は、Yahoo ショッピングで安いパイプベッドをゲットしたので、ちょっとご紹介します。電池が不足していたのが良かった。本当は、毛布などの柔らかいものを敷いて換気もしっかりしましょう。低い椅子みたいな台があると便利です。ネジを本締めして、パイプベッドとは言いつつも、マット部分はしっかりした木製です。重い。15分で完成。内寸の高さは約25センチ。なんといってもこの棚が便利そうですね。それでは皆さん、おやすみなさい。